嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。都市伝説のコーナー、やっぱスターバックスの都市伝説。はい、大好きです。喋りたいと思います。俺はスターカード持ってるから。俺もありますよ。スターバックスというのはアメリカのシアトルで誕生しました。1971年。おー、なるほど。これなんでシアトルで生まれたのかって言いますと、シアトルっていうのはもともとコーヒーが盛んな地域でした。あ、そうなんだ。それでコーヒーの店作ろうってなって、シアトルの港を歩いていたらセイレーンの版画を見つけるんです。これいいじゃんってなって、今のロゴあるでしょ。あ、これ、え、これ人魚なんだ。そう、これね、可愛らしい。あんま知ってる人いらないけどね、これ女神とかそういうんじゃなくて、これ人魚なんです。あ、そうなんだ。あ、知らんかった。これ又吉じゃないの。これ又吉じゃねえ。あ、違うんだよ。スタバってロゴだいぶ変わっていってるのよ。83回ぐらい。83回は変わってない。あ、そんな変わってないの。何回？4回です。あ、4回なんだ。じゃあそのロゴをですね、私たちのスタバ、スタイルバーテックスに乗せて、どうぞ。おー、4つなんだ。そう、4つ。これ俺よく覚えてるよ。俺、これもよく覚えてる。まあ、これは1992年から2010年まで使われたロゴだからね。へぇ、俺ら世代だよね、これ。まあ、そうやな。これ、なんかちょっと思うことないですか、ロゴ見てて。新しくなるにつれて、ダビーバーどうなっていってるか。はい、どうぞ。近づいていってる。あ、正解。おぉ、ほんとだ。正解なんです、これ。ほんとだ、ほんとじゃん。見てください。でかくなってる。そう、これってどん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 目に注目させていることを表しているんです。目といえばフリーメイソンのね、おぉ、イルミナティの目という。おぉ、出てきたよ。来ましたね。まあ、でも言うてもちょっと無理があると。いやいや、もう近づいてってるだけだし。いいですよ。アメリカのスタバの本社ちょっと見てもらいたいんだけど。はい。うわ、え、あれ、これ目や。これさっきのこのセイレーンの顔、明らかに不自然に半分に切ったかのように。この形はもうその目に見えませんか。すげえ。なんだ、ここじゃないんだ、もうこれが目になってんだ。そう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 。すげえ。普通ね、こういうロゴとかって、しかも顔の半分でこう切るなんてありえないことらしい。ありえない、ありえない、ありえない。だけどあえてこれをやっていると。松江区半端なくない。松江区、松江区、松江区。実はスタバのロゴのマークには消費者を洗脳してスタバ中毒にさせる力が隠されている。スタバのロゴから不要なものを消していくと、ムンクの叫びのようなものが浮かび上がる。ムンクの叫びは繰り返し見る人に脅迫観念を植え付ける効果があるらしく、見る人にスタバのコーヒーを忘れなくする効果があると言われている。さっき見せました初期のロゴ、これをですね反対にするととんでもないものが出てくる。やばそう。これが反対にしたやつです。おお、なんか、なんかさ、分かる。なんか悪魔っぽいね。そう、なんか バハムート的な。あ、なんか顔見えるよ、これ。なんかこの僕悪魔知ってるんですよ。僕遊戯王好きで、遊戯王カードも出てるんですよ。おお、これガゼルです。ガゼルではなくバーモメッツ。正解。はい、こんな感じで。うわ、おー、やばいよね。ほんとだ、似てないですか、この悪魔バフォメット。めっちゃ似てる。悪魔といえばやっぱりそのフリーメイソンと繋がってくるわけですよ、どんどん。自然だもんね、2個あんの、ここにヒレが。これだけではないんですね。はい、一昔前のスタバの紙袋、この紙袋にもフリーメイソンと関係がある証拠が隠されている。それがこちら。まあ、これなんですけれども、まずね、ここに目がある。ええよ、これだよね。そうそうそう。また松江くんめっちゃ。そう、またさっきの松江くんみたいな感じで、なんかちょっと気持ち悪いね、これね。そう、そもそもこれちょっと不気味じゃないですか。絵がなくておかしいね。で、あともう一個確信に迫るような証拠があります。それっていうのが、フリーメイソンといえばやっぱり不吉な数字とされているのが13と13、666、3と18ね。これ一番気持ち悪い数字って言われてます。バカ野郎、俺の誕生日じゃない。マジで気づかなかった。気持ち悪い。でね、そう、666なんだけど、はい、ここに666が隠されてるんです。はい、もう2つ見つけました。これと、これと、え、それです。あとは違います、これです。おー、ほんとだ。そう、ほら、これと完全に、やば、すげー、完全に6です。すげー、もうダメだ。うわ、すげえ。何や、俺は気づいてしまった。なんだ、なんだ、なんだ、やばいこと。123、123、6。おお、指が6本ってこと。あら、これも6表してるっつ。あー、ほんとだ。ほんとじゃん。でもこれも逆に反転6やしね。それは思った。まあまあまあ、確かにね、6本指あるね。すげえぞ。え、あ、でもこれ手なんかね。でもまあ、でもこれがヒレってことは、まあ多分上半身、多分これ手なんだろうね。そうなってるし。あ、これは俺も気づかなかったな。これすげえわ。すげえ、悪魔の人だらけじゃん。
これだけの伏線証拠みたいなのがあるプラス、はい、スターバックスがこんなに世界中に普及してる理由っていうのは裏でフリーメイソンが関与しているからなのかもしれません。おお、信じるか信じないかはあなた次第です。うわー、おもしれー。今回これはスタバやばいね。これでもすごいよね、結構ね、うん、そう本社の目とか割とマジでそれがすごいよね。でもスタバは何、そう、僕たちはフリーメイソンと関わってますってもうバラしたいの、バレたいの。いやー、もうもろやん。